ガジェットウェアをご覧の皆様こんにちは。ダイヤモンド社書籍編集局の加藤です。よろしくお願いします。ですね、このもし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらっていう本の担当編集をしています。この本はですね、どういうきっかけで作ったかというと、著者の岩崎夏美さんがですね、この本のあらすじのような内容をですねブログに書かれてたんですよ。それですごく面白かったので僕が読んでですね、主人公の女の子がこのドラッカーのマネジメントっていう本をですね活用して野球部を強くするっていう話なんですけども、すごい面白かったんですけど、ドラッカーを生かすっていう意味でですね、僕実はドラッカーを読んだことがあまりなくてですね、ちょっと不安なところもあったんで、他の編集部のドラッカー担当者にですね、読んでもらって、そしたらいやこのブログはすごくドラッカーのことをよく分かっていて面白いからすぐ連絡した方がいいよっていうアドバイスをもらいまして、それですぐ矢崎さんに連絡をしてお会いしました。それでいきなり小説にこれしませんかっていうお願いをしたんですけども、そしたらはいやりますっていう話になりまして、確か最初の打ち合わせからですね、4,5 時間打ち合わせかかったと思って、矢崎さんと打ち合わせすると必ず大体それぐらいかかるんですけれども盛り上がったこともありまして、でその時に岩崎さんが、僕はですねこれ200万部売りたいんですよっておっしゃったんですね。それで僕は今考えると恥ずかしいんですけれども、岩崎さんそれはないっすよ、絶対無理ですよって結構力強くですね言いまして、ビジネス書って普通10万部超えたら結構なベストセラーなんですよ。だいたい20万ぐらいがマックスかなっていう感触がビジネス書の編集者をしてるとあると思うんですけども、なので200万って聞いた時はですねありえないっすよって感じで結構一周してしまってですね、その時は終わったんですけれども、今現在、90万部まで発売半年で来てまして、デジタルが4万部ぐらい売れてるので94万ですね。なので結構現実味がある数字になってきましてですね、岩崎さんに講演会とかで散々ネタにされております。本当すいませんでした。でですね、あとはタイトルについてじゃない、ごめんなさい、想定についてなんですけど、よくなんでこういう想定にしたのかってことをですね聞かれるんですけども、この本はドラッカーを今まであまり読んだことがない人たちにですね、ドラッカーの良さとかこういう本の面白さをですね届けたいなと思いまして、なので全然ドラッカー的じゃないですね、全く今までのこういう感じの雰囲気とガラッと違うものにしようっていうのがまずありまして、でもだからって萌えにしなくてもいいっちゃいいんですけども、書店のビジネス書の売り場でこういうものがですねあったらすごい違和感があって面白いんじゃないかなっていうことでですね、こういうふうにしました。すごくいいユッキーウサギさんというイラストレーターの方とですね巡り会えたってこともありまして、本邦初公開なんですが、これ寄れますかね、結構イラストは気を使って作ったんですよっていうことなんですが、あれ違うラフの、みなみちゃんのですねラフの絵なんですけれども、この主人公、今ここはポニーテールなんですけどね、いろんな髪型のみなみちゃんをですね結構描き分けてもらって、セーラー服もいろんなセーラー服がですねあってですね、これを描き分けてもらって、これを社内でですねアンケートでみんなに回してですね、あなたどの子がいいですかみたいなですねアンケートをしたりして、結構みんなその萌えだからといってこう惹かれすぎても困っちゃうし、やっぱりみんなが喜ぶものにしなきゃいけないんで、そしたら断然ポニーテールが人気があるということが分かりましてですねポニーテールにしました。であと他にもいろんなキャラ設定で結構いろんな絵をですね細かく描き分けたりですね、体操着の着こなしはどうしようとかですね、本当にこの辺は時間かけてやりました。これは表紙のみなみちゃんのポーズですね、いっぱいあるんですよ。これは最後の決定稿ですけど、他にもこう振り向きとかですね、そんな感じで想定はかなり頑張りました。あとこの背景もですね
かなりここはクオリティを高くいこうということで、広角機動隊っていう映画のですね背景を描いているスタジオバングーさんっていうですね、まあ、背景の世界のすごい人たちにですね描いていただけたので、これも良かったのかなと思ってるんですけど、でちょっと待ってください、中身あとタイトルですね、タイトルなんですけれども、このすごい長いタイトルは何でつけたのかって結構よく聞かれるんですけれども、岩崎さんの元々のブログの記事が、こういうタイトルなんですね。で、全然考えずにそのまましたわけじゃなくてですね、最初はやっぱりタイトルって本来短い方がいい場合が多いんで、なんとか短くしようと思ってすごいたくさん考えたんですけど、例えばね、ドラッカーとか教えるとかね、絶対売れないなっていうのがですね今考えると分かって、よくしなくてよかったなと思うんですけど、散々いろいろ考えて、めちゃめちゃ考えたせいに結局元のタイトルに戻ってこれに落ち着きました。まあおかげで逆にインパクトが出たのかなっていうことと、まああと同時にあんまりタイトル長いんで、僕も本出る前からですね略称が欲しくなってですね、社内で営業の人とか印刷関係の人とかとやり取りするときにですね、もう略称がすでに必要なんですよね。なのでモシドラって言っていて、それをまあツイッターとかでこうモシドラって言うんすよみたいな感じですね、やっていったらいつの間にかモシドラが普通に広がってきたので、まあ合わせてタイトルは良かったのかなと思ってます。中身もですねすごく感動して面白くて役に立つみたいな何をしてるんすかはい、じゃあ中身についてやりますね中身なんですけども、非常に感動して面白くてそして役に立つみたいな感想をですね幸いたくさんいただいて、なんかネットですごく口コミがで広がってる印象があるんですよね。この本はみんなが読んで人に勧めてくれたりですね、もう一冊買って人にあげたとかですね、非常にネットの皆さんに感謝してます。ぜひもっと進めていただければと思うんで、今後よろしくお願いします。どうもありがとうございました。